佐藤光造は、日本の飲食トレンドアナリスト。株式会社カシェット代表取締役。元フードスタジアム株式会社代表取締役兼、編集長香川県観温寺市とヨ浜町出身。1979年早稲田、大学政治経済学部卒業。日本工業新聞記者を経て、1982年プレジデント社、入社。雑誌。 プレジデント編集者を務めた後、1992年、独立。1997年の金融不祥事発覚の突破口となった野村証券総会有益駅共有事件をスクープした月刊ボスなど、数々の雑誌総監に関わった後、2000年6月、飲食スタイルマガジン、ありがとう総監ボリューム11まで編集長を務める。その後、 東京カレンダー編集顧問を経て、2002年10月、フジテレビと提携し、メニューマガジンを創刊。ボリューム3までエディトラルアドバイザー。2003年1月より飲食業界、ウェブニュースサイト、フードスタジアムを自社で立ち上げ、編集長を務める。日本で初めて、レストランビジネスジャーナリズム分野の開拓を目指す、傍ら、飲食店プロデューサーとして、 レストラントレンドをテーマに講演、執筆を重ねている。フードスタジアム株式会社を渋谷区代々木に設立、CEO 兼編集長に就任。株式会社カシェット代表取締役、2012年より女性のためのビシビンスタイルし、バッカ運転を双葉社より創刊。編集長就任。現在は東京、福岡を拠点に飲食店のプロデューサーとして、 活躍している。2017年11月著書、いいトグッドを出版し、食を通じてしようという考え方を提唱。その考えは、子育て世代を中心に浸透している。食をテーマに講演、執筆、テレビ出演等を重ねる中で、地元観音自治の発展に寄与したいという思いを抱くようになる。2018年から、市内農家の残留農薬ゼロの農産物を、 ブランディングし、東京を中心とした大都会の飲食店に広める活動を開始した。食育を含めた教育の面からも観音寺をリードし、発展に貢献したいと考え、2018年子もと保護者のための個別指導塾、コシェットスクスク教室とコシェットウェルリフカルチャー教をオープンした。フードスタジアム株式会社会社概要。ありがとうございます。